まさか食材を探してたら人を見つけるとは。こうして俺が助けたのも何かの縁かな。世間にお前の存在が忘れられる前に安全なところを探さないとな。しかしなかなか厄介な奴に狙われたもんだ。これなら忍びの村に隠してもおそらく、いや、やはり笹場砦の方がいいか。もう少し頑張るんだ。すぐに家に戻れるからな。うん、今年は椎茸の出来がいい。もうちょっと集めればきっと美味しいスープが作れるね。大量大量、これで。あの連中何をやってるんだろう。もしかして台所を燃やしちゃったのかな。人に迷惑をかけちゃダメでしょ。